シュート、シュート、シュート、シュットボールとは、野球における球種の一つで、比較的速い球速で投手の気球で方向に曲がる。シュートは、バックスピンとサイドスピンの間の回転軸を持ち、サイドスピン側に傾いていれば曲がりながら沈むシュートとなり、上野内国よなどの投げたシュートがこれに当たる。バックスピン側に傾いていれば、縦方向にはほとんど変化せず横に曲がるが、この中で、 直球に劣らぬ急速があり、なおかつ打者の手元で鋭く伸びるものが存在し、シュートの中でも特に威力あるものとされる。このタイプのシュートを投げることができた投手に、平松正治、長谷川良平、兄や総八などがいる。リリース直後の球筋は直球に近く、右投手の場合は、右打者に対し近づくように変化し、投手によっては、直球より速くなることがある。 そのため打者が直球と思ってスイングすると、バットの芯から外れて根元に当たることになり、詰まらせて内野ゴロに打たせて取ったり、ファウルボールを打たせてストライクを稼ぐのに有効な球種となる。また、打者が胸元に向かってくる内角のシュートに対応しようと体を開いてスイングするなどした場合は、外角のボールに対してスイングが崩れやすくなる。そのため、 平松や工藤君康、野村克也はシュートを意識させた上で、直球やシュートと逆方向に変化する、スライダーなどを外角に投じることで、ストライクゾーンの左右を広く使うことができ、容易に打者を打ち取ることができると指摘しており、工藤は、シュートを投げられているという感覚だけでバッターは、意外と詰まったりするんですよ。だからあまり曲がらなくてもシュートを投げるんですと語っている。シュートが、 クローズアップされることが多いような信号も、シュートは見せたまで、自分は、スライダーピッチャーだと語っている。他に、左打者の外角へ逃げるボールとしてボンダ、空振りを狙う、さらに応用として、右投手対右打者の場合には、外角のボールゾーンから、ストライクゾーンに入る。バックドア、対左打者の場合には、内角ボールゾーンから、ストライクゾーンに入る。 フロントドアという攻め方が浸透しつつある。ザ・ディクソン・ベースボール・ディクショナリー第3版では、シュートは以下のように説明されている。シュート、名詞、背後、鋭く変化する投球の一種。19世紀から20世紀初頭にかけて使われた、用語であり、球が特定の方向に、さっと動くことから、カーブ、または、その変化型を指してこう呼ばれた。バリエーションである。 インシュート、アウッチョと、アップシュート、ダウンシュート、ダブルシュートも参照。日本ではシュートを持ち玉とする投手も多いが、メジャーリーグベースボールでは、上記のように、シュートの故障は近年では使われず、同種の変化をする球種として、ツーシーム及びシンカーを使用する投手が多い。シュートを投げても、基本的に、ツーシームもしくはシンカー、あるいはスクリューボールと表現され、 吉井雅人もメジャー時代に投げていたツーシームはシュートを名前を変えて呼んでいただけと述べている。しかし、1992年公開のアメリカ映画ミスター・ベースボールの作中でニューヨーク・ヤンキースから中日ドラゴンズへ移籍したトム、セレック・フンスル、強打者、ジャック・エリオットが日本投手のシュートによって打ち取られるシーンがあり、その影響から稀に 日本語発音をそのまま英語表記したシュートという名称が使われることもある。また近年はダルビッシュ有の奪三振率の高さからアメリカの野球評論家ジェイソン・パークスなどのようにツーシームとは少し違うとする意見もありシュートに対する関心が増えている。シュートの握りの霊シュートの握りの霊直球やツーシームファストボールと同様の握りで投げることができる。投手によっては 下の写真のように親指をずらして握る。手首、前腕を極端に内線方向へひねってリリースすると肘に負担がかかる。ため怪我につながりやすい。駆動はトップで前腕を外線させた状態から自然に内線させ、ボールを中指で押し込む感覚でリリースすれば、肘に負担はかからないと語っており、平松は指を縫い目にかけず、直球よりも、 一瞬左肩の開きを早くしていた。野球界では広く、カーブスライダーの良い投手はシュートが良くなく、シュートの良い投手はカーブが良くないと言われている。これは、手の形の違いと、投球フォームの違いによるものと考えられている。青田昇は、日本の野球史上で、カーブとシュートが、どちらも一流だったのは、別所竹彦くらいであると述べている。球速が速くて変化も大きく。 かつキレの良いシュートをカミソリシュートや高速シュートと呼ぶことがある。平松正二、河村久文、今西連太郎、秋山昇らのシュートはカミソリシュートと呼ばれ、平松のシュートは特に右打者に対して威力を発揮した。森田美幸妃や小林正秀などのシュートは時に時速1 5 0トルを超える急速が出たことから高速シュートと呼ばれる。 投手が直球を投じる場合にリリースポイントがずれると、シュートに似た回転がボールにかかることがあり、シュート回転、またはナチュラルシュートと呼ばれる。変化球として考えた場合にはシュートは有効な球種だが、この場合は直球を投げるつもりでシュートを投げてしまうというミスである。意図して投げたシュートとは異なり、リリースポイントがずれることで回転が緩くなるので、 直球としての伸びがない上にシュートとしての横変化も小さく、請球も定まらない場合が多い。特に体格を狙って投げたつもりの直球が、シュート回転すると、ストライクゾーンの真ん中付近へ向かってしまうので、打者にとっては打ちやすい球となることがある。一般的にこのような投球をする投手は不調で、投法が安定していないと認識されているが、これを逆手に取り武器とする投手もいる。 ありがとうございます。